やっと手に入りました。ハイペットさんのですね、ファイバーオーツヘイですね。こちらは豆ちゃんのお気に入りのおやつです。つまり豆ちゃんは牧草の中でもオーツヘイが好きなのかもしれません。ということで、買ってきました。オーツヘイ栽培キット。これで手作りのオーツヘイを豆ちゃんにご賞味いただけるということです。早速説明書を見ながら作っていきたいと思います。タッパーに土と種を並べて水を染み込ませます。わあ、果たしてちゃんと豆ちゃんの食べる牧草に成長してくれるのでしょうか。頼むぜ。なんじゃ、お主の預けたオーツヘイじゃがな、なんとも芽が出ておるのじゃよ。たった2日ほどでじゃ。さらにもう1日程経つとぐんぐん伸びてきています。やっぱり草タイプは成長が早いってことですね。ついにご対面。反応はいかがに？He ate it. ちゃんと食べてくれます。苦節1週間から2週間しっかり育てた甲斐がありました。しかし、大好物というわけでもないみたいです。牧草栽培キットは初めて買ってみましたが、手作りのものをあげることができるっていうのは嬉しいものですね。ウィートヘイやイタリアンライグラスなど、別の牧草の栽培キットもありました。結構お手軽に栽培できましたし、機会があれば別のものにもチャレンジしてみたいですね。実は今回の動画アップするのがかなり遅れてしまったので、1月くらいの動画です。豆ちゃんの経路違います。すみません。次回の動画でお会いしましょう。